こんにちは、デコラジ担当佐藤かなめです。ご無沙汰しております。5月の12日にデコラジを最終回として、動画投稿して、それから3ヶ月ぐらい粘土は触っていなかったんですけど、お盆頃にちょっと粘土はちょっと触り始めて、ツイッターの方に記録だけをアップしておりました。で、最終回の動画にもたくさんのコメントをいただいて、75件ぐらい、それと、コメントは全部読んでおか、最初コメント返信しようと思ったら、みるみるちょっと量が多くなってきて、読むだけでちょっとなかなか返せなくなってしまったのですが、たくさん励ましいただいて、だけどなかなかこうまたやりたいっていう気持ちがなかなか湧いてこずに、動画としてね、動画を投稿するという形でできなくて、カナメシュールの方で少し、カナメシュールの方もずっと塗り絵ばっかりしてましたね。塗り絵ばっかりしてて、この間ちょっとレジンの作業をなんかやりたいなっていう気持ちで引っ張り出してきて、材料をでこうやったらやっぱり楽しかった。なんかこう形にできるっていうのがすごく楽しかったことと、8月お盆に粘土をちょっとこね、最初ね本当に大さじ1杯ずつとかから粘土こね始めたら、次こんなの作ろう、こんなの作ろうって、どんどんまた楽しかった気持ち、その時の、が出てきて、少しまたできるようになればいいなと思っています。いろんな、多分また動画を再開するというところでいろんな批判もあるだろうし、また出てきやがったって思われることも、もうね、待ってくれてる人たちだけではないだろうっていうところは、承知の上で、それでも自分がやりたいと思った時にやろうと思ってたけど、そこまで到達するまでにやっぱり3ヶ月かかったな。そして8月の12日に粘土こねたのがちょうど、この要スイーツのチャンネルを開設してのが8月12日だったのね、2014年の。ちょうどなんか節目の意識はしてなかったんですけど、ちょうどね見たらその日にちだった。それでまた、そうですね、丸4年目になるので、新規一点っていうわけにもいかないだろうね。自分がなかなか変わらないから、またこう新しい自分にっていう感じにはなかなかなれないと思うんですけど、それでも自分が好きなことは続けていきたいかなと思っています。それで、今日はどうしよう、デコラジ再びというところで、どうしようかな、デコラジっていう名前も残しておきたいか残しておきたくないか、まだ未だにちょっとわからないんですよね、自分でもね。で、カナメシュールの方はやっぱりカナメシュールはの方で同じ粘土をしてもどうかなっていうことと、それでまた新しく解説してもどうかなっていうこと、なんかいろいろ考えてあげく、またここでちょっとデコラジ再びというところで、その8月のお盆前、8月12日頃からちょっと粘土を触り始めたところで、できたものの紹介をしていきたいと思います。本当にね、ちまちまちっちゃいやつばっかりを作ってるので、ちょっと見にくいかもしれないけど、一番最初に粘土を、久しぶりの粘土で一番最初に作ったのが、やっぱり型抜きで簡単な、可愛くって簡単にできるクマさんたちでした。なんかこれ作ってると自分も癒され、あんまりお人形系は作らないんですけど、このクマさんはちょっとね、カラフルな感じで、なんかすごい懐かしい気持ちになれる、これ作ると。それから、
ちょっとバラはほら今までこういう感じのバラを作ってたけど、もうちょっとこうラムネっぽい、こうこれだとこのクマさんにあんまり合わないんですよね。自分が作ってるこのパーツにこのバラが、このバラだけがこう生々しくて合わないので、どんなのがいいかなっていうところで、ちょっとやっぱりラムネっぽい、丸みがあるこんな感じのバラを作っていました。どうする？何かに出す？出したいね。ちょっと待って。大変だった。うん、しまい込んでて、ピンとか。見えにくいかな。こういう感じの、ちょっと型抜きなんですけど、丸みがある、バラの花びらもちょっと丸みがある。これで、お砂糖がけしてもいいし、このクマさんにすごく雰囲気が合うので、これを作ってました。それからね、この絵と一緒にデコる時のやつと、あとね、一回直す。このバラ、やっぱこのバラが気に入ってる。自分の中では。すごい。気に入ってます。いろんな色で、作りました。それから、リボンもいっぱい作ったんですけど、これはね、この、クマさんにつけれるか、つけれない。もう一つ縮まった感じで、できるか、この背中に、こうやってつけるか、こうやってつけて、全然伝わらない。こっちから見たら羽が生えてるみたいにしてもいいなと思って、後ろに背中につけて。でもお尻がないんですよね、このクマさんのね、後ろ姿が。でこのちっちゃいリボン、この形がやっぱり一番好き。なんかいろんな形がある中でもうこの形しか作らない。これの大きさのいろんな感じの、これもちょっと良い感じで、かわいい。これを作ってました。ほんでもって、こういうのを作った端の余りでミンツを作って、そして、これあんまり好きじゃないんです。あんまり好きな色じゃないんですけど、ちょっとオレンジとかが濃ゆく出すぎたかな。しましまのハートを作ってました。あ、ここにもちょっとなんか入ってる。これが入ってる。ここに入ってるのは全部その、8月に入ってから作った。これも型抜きですね。このちょっとラムネっぽいのが作りたいと思って。マットな感じ。まだ、ニスをかけてないのと、なんか、デコった後にニスを、ツヤなしかツヤありか、どっちか、ツヤなしの方がなんか合いそうな気がするな、この。ちょっとラムネな雰囲気の生たラムネ。そしてあとはあ、これは動画の最後の頃に作ってたやつが、一番多分最後の頃にスケル君でって言って作ったやつなんです。これはまたデニッシュとかに、フルーツデニッシュにの具にしたいかな。ちょっと薄めに作ったやつですね。これと、あと最後の方に作ったアイス。ちょっと加工するっていうか、この、ここまで、つけています。中がちょっと氷っぽいアイスにしたやつです。やつです。チョコレートかけしようかなと思ってちょっとストップして、もう夏も終わりじゃんっていうところで、このまんま瓶詰めにしてここにつけてね、ちょっと食べれるようにと思って。中はこれはイチゴ、ちょっと氷っぽいイチゴで、周りに最後に加工するときに周りにちょっと粉、スナスナをかけて凍ってる感を出したいなと思うところで、ちょっと終わってます。これはよいしょ。それから、よいしょ。
このフルーツ。ここね、まだちょっとこれ、コートしてないので、スキル君コートかけてないので、油ぎっちょっちょになったら嫌だなと思って、ちょっと中にティッシュ引いてる。ここが、これはバラなんですけど、これはちょっとクッキーっぽく使いたいかなと思って、この色で作ったものの、あまりクッキー感が、ちょっとちっちゃすぎたかな、自分のイメージの中で。もうちょっと大きいクッキーっぽく、バラの花のクッキーっぽくならないかな。まだ焼き目は全然つけてないです。ねじねじ。これはキャンディーですね。これは樹脂粘土で作ったので、キャンディーと。これ、軽量粘土で作ったら、マシュマロっぽい。そして、ちょっとちっちゃめなので、トッピングするときに。カラフルパーツとして。これ簡単で、こういう。そして、これも、なんかね、自分が今まで作ってきたのを、ちょびちょび、本当に自分が好きなのだけを、わーって、今までほら大量に作ってたけど、それもちょっとずつ作った。全部なんか、多くてこのくらいの量かな。この、まあ、ちっちゃいパーツはこんなして作ってるけど、それで。ポッキー、チゴポッキーとか、チゴミルクとかメロンっぽい作ります。ほんで、キャンディー。2個。キャンディー。それで、アイスクリーム。残ったやつでね、丸めたい。作った。取れない。取れない。本当に取れない。隣に移動しよう。アイスクリーム。全部大体このぐらいの大きさで、またデコるときに、あんまり奇抜な大きさにならないシリーズで、このケースの中はこのぐらいの大きさで全部作ってます。これアイスクリーム、ちょっとパステルな感じで、残ったやつだから、こんな感じです。でもいざこの色をね、作ろうと思ったらなかなか大変なので、そしてまたマカロンも3個しか作ってないんですけど、3個、これもちょっと樹脂粘土なので結構重たいですね。マカロンは別に樹脂粘土じゃなくてもいいんですけど、この色がやっぱりこういう感じの色が大好き。で、なぜかイチゴが1個。イチゴ1個作って、大きいと思って。多分なんか残ったやつの、です。そして、バラは相変わらずな感じで。ちょっとでもこれ大きめのバラを作りました。ちょっとハート型にしたいなと思って、白っぽいピンク白な感じで、これはこれでその色しか作ってない。とりあえずこれはいつもグレースだけで作るんですけど、これはグレースとコスモスを混ぜてるので結構マットな感じに見える。グレースだけだとちょっとまた花びらが透明感があるようなな感じ。そして、私の大好きなクッキー。クッキーをちょっと見せていきたいと思います。ね、いっぱい作った。いっぱい作りました。ジャム、いちごジャム。型抜きをして、これは、ちょっと型抜きをして、ちょっと全部並べない方がいいかな。いちごクッキー、いちごジャムですね。これは、メロン。これはね、もうソースそのまんま入れた感じで作ってます。そして、何個ずつ出す ?5 個ずつ出すか。それで、ね、ちょっと地味なやつも並べる。これは黒ごま。あ、これちょっと待って。黒ごま。黒い感じの。黒ごまよ。黒ごま。書かないとわかんない。あ、もうなんか混ざってる。で、黒ごまと白ごまで、これで。白ごま、黒ごま、なんかよくあるでしょ。そして、シガークッキー。このくるくるって、ラングドシャンをくるくるって丸めてるやつ。これがね、大変だった。結構。ちょっと大きくしますか。うわ。ちょっと待って。これがちょっと大変だった。結構
それからこれはナッツ、チョコレートアーモンド、中にもアーモンドの粒々が練り込まれてて、外にチョコレートがけしてアーモンドクラッシュを振ってる感じ。そしていちごのドライいちごがこう粒々で入ってる、唐辛子にしか見えない。これはほんといちごの粒々で、ちょっといちごのちょっとピンクっぽい生地のいちごの、よいしょ、いちごちょっと大きいから4つしか出さない。それからこれ地味すぎる、並べていく雰囲気がこれチョコチップですね。でもちょっとミルクチョコの薄いチョコレートが入ってる、色が薄めのチョコレートです。そしてこれランゴドシャ、これちょっと失敗ですね。ランゴドシャのクリームサンド、すごい妄想すごい妄想すぎるわ。ちょっとこれ、ちょっとこの生地とちょっと違う、ちょっと卵っぽいっていうのかな、ちょっと、あ、見えない、こうか、いいです。これとちょっと違う、まだ焼き目つけてないような薄い卵っぽい丸いクッキー、素朴な感じのクッキー。それからさっきのバラのクッキーをちょっとやってみたのがこれですね。これバラの、さっきのこのバラを、生地、このこういう生地で作るとこのこういうバラのクッキーになるというところで、同じ型は一緒だけど、でちょっと分厚めに、こっちのクッキーは分厚めに型抜きしたところです。そしてこれが次々いっていい、パルミエ、私がちょっと待って、ペンボケてる、パルミエですね、ちっちゃい口、アホみたい、パルミエ。それからちょっと待って、ここに置いた方がいい、もうちょっと離す、全体的に、あ、離す、全体的に、あ、全体的に、あと近い方がいいんだ。これが、これパルミエで、パイのね、ちっちゃいパイの。それから、レモンのソースっていうか、レモンのジャムが入った、レモンのシュガー。蜂蜜レモンっぽい。かわいい。そして、アーモンド。これは普通にシンプルに。アーモンドのクッキー。アーモンドのクッキー。ほい。まだあるけど、同じの並べても。はい。それから、チョコレートが乗ったやつです。こういう感じの。チョコレート。生地もチョコレートの生地で。これは2つしかない。んで、これも、市松クッキーも、これも、2つしかない。あとはパンを作りました。どうする？ここに、このいちごの横にある。メロンパンの、クリーンのメロンパン。普通の、これもお砂糖がけしてます。ちょっとあんまり見えにくいかな。このね、全然つや出ししてない。と、いちご、ジャム。いちごジャムが入ってる。いちごジャムと、クロワッサン。ちょっとこれちょっと色か。表面がガサガサになってるけど、ツヤ出しがまだ出る。クロワッサンと、まだ、メロン。フルーツディニッシュが、ちょっと2つ。よいしょ。こんな感じです。同じのがいっぱいあるから、ちょっとな。ところね。ところねも出てきてた。それから、バターロール。いちごジャムパン。これくらいしか作ってない。
使ってるソースの材料は同じ感じのやつで、ちょっと量は同じのばっかり入ってる。出しみた。いろいろ種類ができました。この黒ごま結構気に入ってるんですけど。黒ごまと白ごま。ちっちゃいのでよくあるでしょ。このこのこの。チョコレートの。アーモンドのチョコレートと、この辺は同じこう大きさにしてます。こうナッツが入った、ちょっとこうごっついクッキーで。で、ここはちょっとちっちゃめのアイスボックスクッキーみたいな。そして、パルミエ。この辺はお砂糖がけシリーズで、こうお砂糖がかかってます。これも、レモンのジャムは自分でソースは作ったんですけど、あんま見えないね、砂糖かけすぎて。なんか手がね、手がガサガサになってるんですけど、こっちの手しか見せられない。お砂糖がけしてます。中のソースはちょっと自分で作る。これもアーモンドも先に作っておいて、これはちょっとこの同じ型を真ん中ちょっと潰し気味にして、中にチョコレートが入ってるやつですね。パンは大好きなんだけど、いっぱい残ってるので、作りたいけど、あんまり作らずに、いました。ちょっと、お砂糖のアイシングかけにした。あんまり色がね、